全日本プロレスの若武者、青柳良征、22、が、打倒、新日本プロレスに燃えている。全日本の50周年記念大会、18日、東京、日本武道館では、世界ジュニアヘビー級王座を保持する新日本プロレスの、タイガーマスクに挑む。8月11日名古屋大会で、大森北斗が敗れ、V3を許した。直後、全日本ジュニア最後の砦として、名乗りを上げたのが、スケセイだった。タイガーマスクって、プロレスファンじゃなくてもわかるじゃないですか。だから、タイガーマスクを倒した、青柳良征とは誰だ？ってなるのはチャンスだなって思いますと気迫をみなぎらせる。同王座にはこれまで2度挑戦し、いずれもベルトには届かなかった。だが、新日本所属選手が、相手となる今回は特に自信があるという、ドラゴンゲートのファンだった、小学校時代。長野、松本市の自宅から家族で遠征し、毎年7月に開催される、年間最大興行、神戸ワールド記念ホール大会を観戦。当時、同団体のオープンザドリームゲート王者として、活躍した、高木慎吾のパワーあふれるファイトスタイルに魅了された。強すぎるでしょと感じたと振り返る。そんな憧れの存在と今年、運命的な出会いがあった。4月16日の後楽園ホール60周年記念大会還暦祭後楽園と5月31日のジャンボ鶴田23回喫煙前興行後楽園で高木と対戦する機会に恵まれた。この2試合で自分を出せて新日本プロレスの選手にも通用するなって思いましたし、その時の経験を全日本に持ち帰ってきて、それががっちりハマったことも多かったですと大きな自信をつけた。タイガーマスク選手は今、新日本の中でトップでやっているわけじゃない。そこに負けてしまっては自分の未来はない。全日本ジュニアを青柳良征が活性化させます。強気に口にした全日本ジュニア次世代の騎手が堂々とメモリアル大会の舞台に立つ。